はい、どうもワクワクです、今日はですね、戦国府部ついに、3体目の完全覚醒ですね、作れるという状況になりましたので、やっていきたいと思います。ではでは、3体目のね、完全覚醒できる武将はこちらです。真田幸村ですね。覚醒が今のところ攻撃覚醒と防衛覚醒できているので、あとはこの完全覚醒のですねやつができればいいということで、やっとアイテムも集まりました。で、武魂も武魂足りないですね。武魂足りないんでリセットを月替わりもありましたんでやっていきたいと思います。これね、この前動画すいませんでした。トモヘ御前なんですけど、あのね、私もよく分かってなかったんですが、まあ、要するにタンクってことですね。前線において回避もあって、で集中攻撃が巴御前の方に来るので、まあ、それによってね、で後ろにあのアドバイス視聴者の方からいただいたんですけど、後衛の方に、回復系の、ね、ヒーラーを置いてあげることによってタンクになるんで、まあ、要するに回復し続けて、そいつがこう攻撃されてる間に、奥義を貯めてドーンってやるとか、まあ、そういう使い方があるのかなと、思いました。すいません。ということで、リセットしていきます。ほい、1回目のね無料リセットです。ちょっと1回バラしてバラします。バラバラしちゃいます。で、それでは、真田幸村ですね、完全覚醒させたいと思います。よいしょ。はい、しました。完全覚醒、ついにいたしました。で、真田幸村ね、完全覚醒すると、一体ねどういうスキルがあるのかって言いますと、こちらですね、味方が見破りした後、敵攻撃に 120% の軽略ダメージを与えるということで、見破りパーティーとかね組んであげると一番いいのかなと思うんですが、まあ、見破れば見破るほど連続攻撃ができるんじゃないかなと思って非常に楽しみです。じゃあちょっとね装備とかも含めてまだちょっと弱いところがあるんで、そこは、強化していきたいと思います。この辺ねどうしようかな。ね柳生はちょっと一回、そういう意味では家康のこれも外そう。で、雪村これあれかな、味方が、見破りするとって書いてあるけど、雪村自身が見破りしてもいいのかな。まあ己は味方っちゃ味方だよね。うん、まあ、それもねちょっとこの動画の中で出てくるといいと思うんですけど、兵士はどうなんだろうね、何がいいんですかね。アドバイスあれば教えてください。スキルは見破りを無視するがいいか、赤備え、赤備え好きなんでね赤備えしてますけど、で実際、あれで言うとね、そうね、吉本前持ってきて大谷を継ぐとちょっと入れ替えるようなイメージになるかな。うん、これで完全覚醒3体ね、やっと3体まで来ましたよ。もう本当にね、うん、アイテムね、覚醒に必要なアイテムはねもうね、ためとくに限りますよ。うん、相当時間かかるからね、やっぱ結構本当にかかったっていうのがね本音です。じゃあどうしよう、雪村にこれちょっとつけようかな、意味あるかな、意味あってくれ。で、あとは、まあ、後列だけど、ちょっともうちょっと強くしないとあれだから、ごめんね。ちょっと、家子のやつ外して、雪村につけようか。にして、家子をこっちかな。まあ、いずれにせよ後列だしね。家子をこっちにしておきましょう。さて、これでいいかな。この辺もね。ちょっと馬は入れ替えてあげて、4じゃなくていいのか、あとあれだな、扇をつけてあげたいですね。戦
姫からするか。よいしょ、千姫外して、ここね、なんでこれをつけてんだろうって感じですけど、よいしょ。で、千姫の方をこれにしとこうか。もうね、アイテム不足です、アイテム不足。よし、これで多少ね、993か、まだね、ちょっと変数1000いないっていうのはちょっと心もとないですが、まあしょうがないですね。やっていきましょう。なんかつけられるかな、防御、計略1か、これつけますか、つかない、あ、ついた。計略1と、プラス2しかないんだ。あ、でも1000超えるかな、1000超えますね。ちょっと防御もありますか。よし、これでちょっくら、ちょっくらだけ強くなったんじゃないですか。よし、さてさてさて、これでいいかな、これでいきましょうか。よし、じゃあこのパーティーでやっていきましょう。ということで、一度あれしますか、ちょっとね、勝てるか分かんないんですけど、友人の方でね、ぜひぜひちょっと YouTube とかにもね、載せてもらってもいいですよっていう風に、言っていただいてる方、ゆきさんかな、いらっしゃるんで、すいません、ありがとうございます。ということで、ちょっと挑戦させてください。いつもね、コンピューター相手なので、まあ、そういう意味ではやっぱり対ね、人同士っていうのがね、やっぱ、ちょっと待って、外してこうしないといけないのかな、ここを今側にして、で、後列に置いて、こう大谷を質問しましょうか。これでいきますか。さあ、見破り出るか。さあ、どうでしょうか。相手の方ね、基本的に勝ったことはほぼっていうかないです。勝ったことないですね。相手の方の方が全然格上で強いんですけど、一人完全覚醒武将が増えたので、ちょっとね、チャレンジしていきたいと思うんですが、どうでしょうか。出るかな。ちょっとね、見破りがね、ぜひ出てほしいな。どんどんやられてます、やられてますよ。見破りが、見破らないね、全然ね。ちょっと見破ってくれないと困っちゃうんですけど、全然見破らないですね。まあ、このままね、ちょっとね、あんま見破りなしで負けちゃうんじゃないかな。ちょっとあれですね、ボコボコですよ、ボコボコ。一切見破らない。見破らないね。見破るやつが、後列、雪村死んじゃいましたね。っていうことで、普通にやられちゃいました。見破りせず終わったっていうことで、ちょっとね、なんだろうね、見破んないで、全然ね、そんなもんですか。見破り 30% に、今川義元も見破りあるもんね。これは見破りなくて、本田忠勝も見破りあります。家子も見破りあるね。で、ここはないね。千姫も見破りあるから、パーティーの中の、今出てたね、レギュラーメンバーで言えば5体はね、見破り持ってんだけど、全然見破らなかったですね。もう見破らないとね、そもそも発動すらしないってことで、ちょっと全然勝つことできませんでした。やっぱお強いですね。もう普通のエリア行きます。普通のエリアに行っちゃおうちょっとね、コンピューター相手になりますけど、いつもの申し訳ないですが、ちょっとそこでやっていきたいなと思います。見破る人集めようね、見破る人。だから、千姫入れて、雪村入れて、忠勝入れて、これぐらいかな。あまりなんかゴリゴリで強くなりすぎちゃうと、コンピューターだとちょっとあっという間になっちゃうんで、勝てなかったですね。友人挑戦すいません。ゆきさんありがとうございました。全然勝てなかったです。おこれですね。
こもね乱世演舞劇も始まってますんで、これに関してもまあぜひね、これはちょっとプチ課金するのはね非常におすすめです。あの乱世演舞とあと無双演舞っていうね、この上下の2つで、アイテムもらえますので、これはおすすめですね。あとちょっと2分ぐらいあるんで、あとはね最近だとなんか買ったことあるかな、まあ、今ちょっと目指してるとこだとやっぱ東海かな。東海が今得意の本田忠勝が、1段階だけ覚醒してますね。攻撃覚醒だけしてるんで、まあ、次引ければ、まあ、東海は結構ねあの持ってる武将多いんで被る可能性が高いので、まあ、結構この覚醒アイテムはたまりやすいのかなと思います。あとこっちね、中国九州武将ってことでこれも3持ってるんですけど、どうでしょうね、まあ、4体目ね、それぐらいまで来るとあれかな。あとはちょっといろいろ覚醒武将増えてくればパーティーいろいろもうちょっと考えていきたいかなとは思うんですけど、とりあえず真田幸村を完全覚醒やってみたんですけど、まあどうかなっていう感じですね。見破りが出てこないといけないから、まあ、見破りをちょっと助長させるような武将がね本当はいるといいんでしょうね。例えばですけど、例えばね、これとかね、森蘭丸とか、この洞察がついてくれると結構いいのかなと思いますね。洞察を持ってる武将って誰がいいんだろう。洞察、あった。ああ、まあ、足利か。あと森蘭丸ね。なるほど。覚醒スキルで持ってるの。はあ、なるほどね。洞察か。そろそろ。じゃないですか。あと24秒ですね。いやー難しいね、なかなか覚醒武将ちょっとなんとかここコンピューターとの戦いのところで、雪村のね、覚醒お見せできればなとは思うんですけど、どうでしょうか。やっていきましょう。さあ来ました、見破り来い。見破りたい。味方とあと己でどうなのかね、己でこう見破りが発動するのかっていうのもちょっとチェックしていきたいですね。まあ、まだ相手もねスキルとかが溜まってこないと見破りあるなと思いますんで、だからちょっとあれだよね、進んでからだよね、ターンが実際に。さあどうだ、どれぐらい見破ってくれるんだ。いけ、見破らない見破らないね、全然見破らないね、マジで見破らないね、見破らないですよ。あ、見破った、来た、おー、見破りましたね、ついに見破りましたよ。見破りました、来ました。まあこういう感じね、はい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 、まあね、こういう感じだといいね、もう倒しちゃうけど、まあだからしっかりね、パーティーの中で、まあ、見破りを持ってる、武将が一応私の中だと、まあ最初出す6体でね5体いるっていうことで、まあなんとかちょっとパーティーに馴染んでくれたらなと思うんですけど、なんかもっとこういう使い方、まあ、見破りパーティーがいいんでしょうけどね、あるよっていうのあればよかったらコメントくださいということで、まあ2回しかちょっと見破りしなかったですけど、まあきっとね、ガツガツ見破ってくれるようなね戦闘だったりしたらかなり輝いてくれるんじゃないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録お願いします。今日の動画は以上です。バイバイ。